ザーヘダーン、ペルシア語、ザーヘダーンは、イラン南東部、パキスタン及び、アフガニスタンとの国境部に位置する都市で、スイスタン・バルーチェスターン州の州都。標高は、海抜1352メートル、テヘランからの距離は1605キロメートルである。人口は2006年の統計で58万9477人。住民の圧倒的大多数は、 バルーチ民族である。ザーヘダーンの南1 0 0キロメートルには、断続的に活動する火山、タフタン山があって、周囲の平地から盛り上がり標高4 0 4 2メートルに達する。周辺地域には古い遺跡が残るものの、ザーヘダーン自体は、近く20世紀に発展した街である。1930年代に、 修行制中心地となる以前は、小村に過ぎなかった。この小村は、ドズダーブ、すなわち、盗賊の場と呼ばれていた。ドズドとは盗賊であり、アーブは水を意味する。ルート砂漠に調領する盗賊が、砂漠東口のこの地に頻繁に水を求めたための、名である。1923年のレザーシャーパフラビーの即位後、ドズダープは、ザーヘダーンとなった。 ザーヘダーンは、経験を意味するザーヘドの複数形である。これについて、シャアが街を訪れた際に、多くのシー教徒を見たためとする説がある。彼らの伝統的な振る舞いを見て、シャアは、都市住民を経験な人々と解釈したという。実際には、シー教徒は多くはなかったが、移民が公益に従事しており、目立つ存在ではあった。以降、 人口は1956年には17,500人に達し、1976年には9万3,000人と5倍近くに増加している。1980年以降はソビエト連邦のアフガニスタン侵攻により多数の難民が流入。この影響も受けて1986年には28万1,000人、2001年の見積もりでは59万125人となっている。 ザーヘダーンは、地域経済の中心地であって、多くの中小規模の産業が立地している。主な産業は、麺織物、食器、手織双方による、絨毯、陶器、加工食品、畜産、比較加工、米粉、レンガ、足によるマットやカゴなどである。イラン諸都市と、同様、ザーヘダーンにもジャーメモスクがあり、多くの人々が金曜礼拝に訪れる。 また色彩豊かなラスーリーバーザールがある。ザーヘダーンの高等教育機関は次の通り。高速道路がザーヘダーンとテヘランを結び、さらに北にはマシュハド、南にはアラビア海のバンダルチャーバハールに、東にはパキスタンのクエッタに通じる。ザーヘダーンからクエッタへは鉄道も通じている。さらに1990年代半ばからザーヘダーンと イラン中部ケルマーンを結ぶ鉄道も建設中であり、完成すれば、全車を、イランの鉄道網に結びつけるものとなる。ただし然車は、後期、後車は、標準機である。2007年5月18日、イラン・パキスタン両国は2008年12月までに、ケルマーンから、ザーヘダーンを経て、クエッタに向かう路線を完成させるための、協力を覚書に署名した。 イランイスラーム共和国鉄道の標準機とパキスタン鉄道の後機はザーヘダーンで切り替えられることとなる。また、ザーヘダーン国際空港がある。ありがとうございます。